はい、こんにちは、七夕久保田です。今日はね、このフォワードのトラックのバッテリーのカバーがなかったので、ほらこれ中古で買ったんですけどなくて、これヤフオクで買いました。つくかな、ちょっと開けてみますね。よっ、こういう部品でもね、ちゃんとしとかないとって思って、ついね、まあこれ1000円ぐらいで買ったんですけど、うわー、汚い。つくかな。あ、つくじゃん。見て、バッチシです。バッチシ、ほら。で、ただ止められるよ。ああ、よかった。つくわ。こっちもほら。パチン。あ、よかった、着きましたよ。まあそんなわけで、たかがバッテリーカバーですけど、つけました。これでね、雨がしのげます。ここをね、100均で何か買ってきて代用しようかなと思ったんですけど、やっぱり専用のフォワード用のカバーだとぴったりです。当たり前ですけど、まあそんなわけで良かったです。それでは、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。それでは失礼します。